と、まあ、今回もAI については評価した分野を使って、一つセールスポイントとして挙げられるのが組織的なAI の動きっていうところで、コンビネーションを、ユーザーが設定して、その組み合わせによって、自分の好きな、チームの、個性的な動きに合わせて、アップことができるっていうところをやってます。で、そういう中で、いわゆるセオリーとか現代サッカーにあるそういう、約束ごとみたいなのを表現して、今まで非常に周りの僕らボールの人間が自分の思い通りに動いてくれるっていうシステムを今回作ってます。今回は、これまでは例えばクリスチャン・ロナウドであったりとか、南米は南米で、ネイマールを使ったりとか、これまでいろんな有名選手っていうところを作ってあって、実際のゲームプレーと、今期待される選手とかっていう形でより効果的な選手をパッケージに使ってました。で、結局我々が今目指しているところっていうのが、やっぱその有名選手とか、ビッグチームっていうところが、どうしても、ユーザーにとって本来そこがオールオッケーな部分かっていうとそうじゃなくて、皆さんそれぞれ地元のチームとか、中小チームだったり、そしてビッグクラブじゃないところも好きなチームがそれぞれ持ってて、それをやっぱりゲームで遊びたいっていうのが根底にあると思うので、なので今後我々はそこでも楽しめるものを目指していくにあたって、今回パッケージっていうのも一旦そういう選手一人っていう形で置いていくことはやめて、今回南米とかでチャレンジしてるんですけども、全クラブの選手を狭めたパッケージにしてみたいなと思います。で、今回欧州は我々の国であるウェファチャンピオンズリーグ、これは欧州全部にわたって認知されてて、全てのチームが目指している部分でもあると思うので、今回のパッケージはそういう形で提示してもらえればいいなと思ってやって、そうですね、さっきムービーとか PV の最後でも伝えてもらった DLC っていうのは今回予約っていう形で、これも新しい試みなんですけれども、やっていきたいと思います。で、有料に関してはやっぱりお金払うわけですから、これをの、ユーザーが満足する形っていうところを目指していかなきゃいけないと思いますので、それもちゃんと形アウトプットとして出せる時には出していきたいとは思ってて、で、プラスその我々がやっているその西洋記事中心のっていう考え方じゃなくて、それ以外の多くのサッカーファンが常に増えるプラットフォームっていうのは、分かりやすいというの携帯とかでのゲームっていうのが結構主流になっているところもありますし、そういう意味で今回Facebook で設置アソシエーションっていうものをやってまして、で、その中では課金しながら試合を楽しめるようなシステムになってますので、そういう蛇口、間口を広げていくっていうのは今後どんどん続けていきます。